初心者ギャンブラー10万円渡されたら1日でいくらに増やせるの？到着。着きました。あら、おー、ほんとだ。家に来た。今回の企画は失敗に終わってしまったんですけれども、はい、我々のヨーロッパの旅はまだまだ続くので、次はですね、ウィーン、なんともホテル取りました。え、早っ。はい、どうも、世界旅行サーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、横澤です。ソタです。あ、メイクのセンス。我々はですね、ただいまこちらオーストリアのウィーンに来ました。おー、初めて来ました。ウィーンにもね、ポーカールームがあるということで、見てください、もうあそこにあるんですよ、なんと。え、ちょんってある、これです。前回の動画までの終始はですね、はい、9日間ヨーロッパ滞在して79時間33分ポーカープレイしてます、うん、で、トータルの収支がプラス13,508ユーロ。めちゃガチしております。赤ガチです。というわけで、実はウィーンには1泊しかしないんですよ。あ、そうなんですね。はい、この短い期間でいろんなヨーロッパの国を見てみたいなってことで、カジノ、ご飯、街並み、全部なるべくね、まるっと詰め込んで。確かに時間がもったいないので、ホテルにチェックインしようと思います。行きましょう。レッツウィエンナ。オペラスイーツビエナ。本当だ。そう、潜入。広め。お、綺麗、めっちゃ。清潔感あって。本当だ。シャワーもあって。水圧チェックだけ一応させていただいて。はい。あ、水圧は弱めですね。やっぱりこういうホテルは大体弱い。ちょっと弱めですね。3って感じ。2、3、6。1人9000円でこれだったら、全然場所的には最高のリッチって感じ。そうですね。今回のスキルチェックをやっていきましょう。はい、いきます。はい、まあこれは星2ですね。そうですね。まあやや評価は低めですけど、立地が星5なのは間違いないですね。確かに。もうカジノがもうすぐ横。この部屋にいる時間が一刻ももったいないということで、はい、カジノだったりとか、まあ、ご飯も食べてないですし、まだ行きましょう。行きましょう。カジノウィーンに行ってまいりました。はい、見てください。こちら、アイリングのアレブですね。大雨です。なぜか。雨宿りします。雷です。えぐ、はい。これはちょっと外にご飯食べに行かなそうですね。カジノ内で食べれるものを探しましょう。そうですね。今回のウィーンの滞在の予定としては、今日ポーカーして、明日はもうポーカーせずに、ちょっと観光しようかなというふうに思ったんですけど、明日晴れそうなんで、今、天気予報見たら。はいはい。今日はポーカーで乗り切りましょう。なるほど。はい、ただいまの時刻は夜6時で、噂によると4時ぐらいからもうポーカーが立つっていうふうに噂は聞いてたんで、ちょっとウェイティングまず入れに行きましょう。確かに。様子見に行きましょう。潜入しましょう。It is first time to visit here. なんかチップを安く買えるらしいよ、キャンペーンで。よくわかんないけど買います。そんなの言われたら買うしかない。というわけで、はい、30ユーロやった。3ユーロ得しました。かっこよ。想像してたよりかっこいいな。ポーカールームはこんな感じです。すげえ。2-5が2だったんで、すごいね。5カードを買ったら、これが5-5。2-5しか立ってない。2-5しか立ってない。そうか、できない、2-5は。できない。ショートスタックでやってみればちょっとセックだし。確かに、ちょっとやってみようか。名前入れましょうか。すぐには座れないかもしれない。ちょっとなんか怖そうな人多いっす。確かに、ちょっと怖いね。治安あんまり良くなさそうに見える。ちょっと柄とかも派手で、なんか、マフィアって感じで。わかる、この感じ。怖ってる。マフィア感あるよね。というわけで、新しいテーブルがもうちょっとで立ったらしいんですけど、うん、まだやることなくて暇なんで、はい、さっき入り口で買ったこの30ユーロ、はい、勝負しましょう、せっかくなんで。おぉ、横澤颯太、30ユーロどっちが増やせるのか。ギャンブル勝負。ギャンブル勝負。ルールいたしましょう。行きましょう。10分やって、負けた方が飯をおごりで。なるほど。よーい、スタート。スタート。急げ急げ。じゃあまず横澤、振ります。はい。黒に。じゃあ赤に全部。いや、ちょ終わっちゃう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 。黒が出るんだから絶対に。本当に？まず信じる気持ちがある。これで俺が黒にする。危なかった。終わってる。本当だ。危ない危ないとこってマジ今かけてたら。じゃあ同じに追いつけば。終わるってだから。終わるって。おい。追いつけば。終わるって。追いつけばいい。終わるって。こっからが本当の勝負です。だとしたらマジすごいよ。おお、すごい。待って、白熱の戦い。まさかの。これで逃げ切れなくなった。ちょっと一回ちょっと様子見ちゃそうか。僕からいいんですか。ちょっともう動けなくなっちゃった。斬新だな。9と2と黒に20。おー、なんかこれ結構いきます。なんでだよ。9と2が来ればほぼ勝ち。黒も来たし。やっ
ば、行く。あ？もう俺負けじゃんこれ。え、しかも20って言ってるけど40かけてない。いや20です。40でしょ、どう見てる。当たってない。2 20。なん？ここで状況を整理してみましょう。まずここで20ユーロを黒にかけます。隣の人が赤にかけてますね、これは。そしてなんと黒の2が的中、払い戻しは40ということになりますが、見ててください。来ますよ、来ますよ。2 20。なん？ほど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 。さあ、keep it to 20 for the block。Just a ticket. オレンジか。あとでしょうかな。А тут эфишки лежали. Все, вы взяли, положите сюда. No. Where is Porsche? No, he bet only for that. Come to coffee shop. But what you're missing, sir, I don't know. He was discussing with the other guys. Yes, so that before that. Like, I just want to explain that. He bet 5 euro for 2, 5 euro for 9, and 20 euro for black. And he only get the paid for the 2. I'm talking about black. Yes. What are you missing on black? No, like he just... What are you missing on black? I'm just talking about like black. The guy, you paid a 40 for him, right? That guy took it. But what are you missing on black? Are you missing something on black? Yes, 40. 40 euros, we're missing 40. Then what the other dog took me back? Let's take the camera. This is yours. Everything okay? You have your money, no? Yes, but like, no, everything okay. He just stole the money. Is that okay for you? You have got your money back. Yes, so we are satisfied, but you know, it's everything okay here, Sabina? What? You stole our money and just nothing. Wow, great.というわけですごいトラブルが起きまして、はい、まあ収支としては奇跡が起きて、僕の30が120になって、はい、ソータの30は250になったんだけど、ソータの40が盗まれたっていう事件が起きて、はい、でしかも盗まれてカメラチェックまでされたのに、その40が盗んだ人のものになるっていう、すごいことが起きた。40をその人が盗んで、はい、盗んだのを置いてたのまた別の人が盗んで、うん、でカメラチェックした結果、盗んだことは認められてその人に戻ったのが戻った、うんうん、でもその前の40、ソータの40はカメラチェックされてなくて、でそれを今フロアに行ったら、フロアが詰めに行って、その40の人、その40お前のじゃないだろみたいな言ったら認めて渡した。マジで意味わかんない。帰ってきてフロアからもうごめんの一言もなしで、うん、もうお前これで金戻ってきたんだから全部 OK だろみたいな、うん、キレ気味に、やばすぎ、何が不満なんだとか言って帰ってきました。やばすぎやばすぎ。でペナルティとか何もなし、泥棒やん普通にやってること。そう、ヤバカジノ来てしまいましたね、これちょっと。ヤバいかもしれない、これ。カジノビーン、ヤバいわ。なんか治安悪そうな雰囲気を感じてたら、機能性じゃなかったね。合ってた。合ってたんだ、やっぱ雰囲気で分かるんだな、こういうのって。安心して遊べないわ、全然。こんな怖いカジノ、初めてかも。長期の滞在にしなくてよかったかも、マジで。本当にそうですね。皆さん、気をつけてください、本当に海外のカジノ。安全とは入らないんで、やっぱり。Can we order? We'd like to order food from restaurant.固定概念でカジノは安全なものだみたいな、全てにおいて安心できる場所だって言ってたけど、そういうこともあるんですね。あ、でも本当にああいうことがもしさ、はい、ガスルガスとか出てきたら本当に大事になるし、下手したら警察沙汰になるし、絶対無敵とか、そうですよ、そういうレベルになるから、あのフロアの対応見てる限りマジでよく怒ってるんだろうな。そんなに珍しいことでもないみたいな感じだった。うん、来た。コモドーロ、コモドーロ、チラチキンフィンガー、チラチキンフィンガー、ポポポ、いただきます。はい、これね、はい、かなりうめえ。へえ、トマト好きからしたらこれマジたまんないね。マジうまいわ。おお、こんなカジノのバーでここまで美味しいご飯出るんですね。これかなりうまいわ。ニューキャッシュキムテーブル、プリーズテイクヨーシーツ、マサト、ソータ。This is your table, okay? Yeah, we took the phone already. 5Gのテーブル、あ、クラッシュ。めっちゃ高っ。お互いじゃあ、2タイムズ5点で、はい、バカガチし合いましょう。確かに。グッドラック。
ordered nothing. Nothing? Yeah. So yeah, we leave tomorrow. So see you again somewhere. Yeah. Maybe in America somewhere. Yeah, America maybe. Enjoy next trip. Yeah. See you. See you.こうやっていろんな話でいろんな人と喋れるのがメリットですね。確かに。というわけで本日の収支ですが、3060なので50ユーロ負けです。まあほぼトントンだね、はい。久しぶりに負けたねでも一応。確かに。でもその代わりルーレットで勝ったから。あ、そうか。プラスだ。僕はルーレットで買った250ユーロをそのまま倍で、なんと、お、じゃだーん。すごい。負け勝ちじゃん。614ユーロプラスです。27ユーロが864ユーロになりました。意味わかんない。すごい。やばかったです。タクもテーブル良かったんだ。壊れてました。ぶっ壊れてました。ハローキャッシュアウトプリーズ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。先ほどは雨でお見せすることができませんでしたが、はい、こちらが入り口です、はい、どうでしたか。ウィーンのカジノはなんか楽しそうにしてたよね。随分そうだ盛り上がってただけだったんで楽しくできたんですけど、はいはいはい、実力で言うとスロバキアのブラチスラバに比べたら結構緩かったですね。ベガスの1-3と比べたらそれは辛いです。あ、ベガスの1-3よりは辛い。ビースバーデンの2-4と比べたら2-4と比べたら緩いかもしれないですね。あ、緩いかもしれないけど、ね、なんか人が結構良かった分僕のテーブルだけですから、ね、あ、まあ、てか高が良かったんだろうね多分、うん、今日5-10が立ったじゃないですか、はい、5-10結構週1とか週2ぐらいしか立たないらしくて普段あんま立たないんだって。だから5-10の方に結構さみんな行ってたから2-5の緩くなってたんだろうなっていうのがありますね。横澤の打った5-10は最初マジ激辛ケレッカラ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 ッみたいな感じで、辛いからやめろっつってプロが3人くらいやめてってそこにアマチュアがポンポンポンって座ってきて瞬く間に良くなって、まあ、最終的にまあまあ結構良かったんでトータル平均してベガスの5-10と同じぐらいかな。あと霊気がベガスよりだいぶ高いから、まあ、そこもだいぶマイナスになっちゃうかな。あ、そうなんですね。うん、時給ベースで言うとすごい下がっちゃうと思う、はい、まあなしではないって感じ。いやでもなんかその他が怖すぎてあんま行きたくないですとかお金取られるかもしれないっつって、はい、次打つかって言われたら打たないです、まあ、あ、本当。まあそうだな。なんか俺もでも特別にここに来たいってあんまり思わないかな、うん、そういう意味で言うと一泊でよかったですね、うん、非常に。ありがとうございます。ありがとうございます。ウィーン2日目最終日ということで横澤ここまでジムとダイエットと頑張ってましたが今日は食べます。調べたらいろいろウィーンで何ができるんだろうみたいな観光名所とか、やっぱウィーンって芸術とか歴史の街なんだよね。だから美術館とかそれ博物館みたいなのがすごく多くて、まあ行きたくなくはないけど 3-4 時間しかないのに美術館行くのもなみたいな思っちゃうんですよね。じゃあ横澤にとって一番重要なのは何なんだろうって考えたらご飯ですよね、やっぱね。ご飯でした、はい、1軒目に行ったのはこちらです。超有名な店です、これ。オーストラリア料理で有名なのいっぱい調べたんですけどここにそれがあるということなんで、なるほど、食べに行きたいと思います。気になる、行きましょう。Can we have tafel stock and tafel spitz? Yes. 不思議なのがさ、ビースバーデンでもそうだったんだけどさ、バカ勝ちしてるとさ、みんな言うわけよ。こいつがブラフしてるわけないだろうな。いつも通販のに決まってんだからみたいな。とか言ってるくせにさ、ベッドにはこうしてくれるの。いや、こうしてくれるの。結局、不思議だよな、マジで。何なんですかね。結局、口ではそう言ってるけど、信じられないっていう。疑ってる。ちょっと疑ってる。今回の旅含めそうなんですけど、リンプとかオープニーコールする人がめっちゃ多いじゃないですか。多いね。フリーベッドする微妙なハンドで3ベッドしていいのかどうかっていうのがギリギリなハンドで、3ベッドはしない方がいいよ。そうなの。まずクリフロップレイズしてる時点で結構強いから大体。緩いポーカーゲームに行く時っていうのは、はい、みんなだから3ベッド食らわないし4ベッドも食らわないし、結構なんかそのもったいないなって思うことみんなよくしてるなってイメージがあるし。来た。では早速、はい、食べていきたいと思います。野菜がいっぱいになっていただきます。うまっ。ヨーロッパでこういうなんかうまみに触れるとは。確かにうまみって感じですねこれ、まあ、コンソメスープみたいな感じですけど、野菜がすごい溶け込んでるし、なんだろうなこれ。確かに。うわうま、うまみが浮いとる。すごい高級ブランド街に行ってしまった。はい。なんかでもウィーンはちょっとやっぱ都会だね。ロンドンとか東京とかいわゆる大都市みたいなところで似たり寄ったりになりがちだよね。まあそうですね。あんまり特別すごいなって思わないかも。どっちかというとブタペストとかビースバーデンとかの方がうわーって感じするよね。確かに。でもここはすごいな。まあすごい。まあ来といてよかったなって感じがしますね。確かに。結構すぐ入りました。すぐ入りました。さあ、というものが来ました。やば。こちらが僕のカフェラテ。はい。そして、こちらが横澤さんの。何これ。
これはもう飲み物じゃなくてデザートですね。アイスチョコレートです。これは上品。うわ、これ相当うまいわ。これやばいかも。オーストリアの超名物料理、カイザーシュマンス。いただきます。うまい。めちゃくちゃ美味しいです、なんか柔らかい、ほのかになんか甘いパンケーキみたいな。めちゃくちゃ柔らかい。ご飯屋さんもう一軒行こうと思ったんですけど、はい、さすがにもう食えないっす。あのパンパンすぎてやばいです。全然無理だね。はい、気持ち悪くなってきたもんね。クイズですね。飛行機までまだ結構1時間半ぐらい暇なので、はい、ビッグボードでブラブラしましょう、この辺を。はい。さあ皆さん、今一人称視点でお送りしております。すげえ。これはすげえわ、ソータ。うわぁ、絶景やな、これ。すげぇ。ウィン、プリンス歌劇場です。歌劇場です。というわけで、はい。こちらも有名な観光スポットらしいです。ベルデーレ宮殿。絶景スポットまで。はい。4、3、2、1。おぉ、うわぁ、いく。ちょっとカメラ切り替えますね、皆さん。確かに。よー、ドン。どひゃー、やばー。あんまりこう観光に興味ない俺ですら、はい、あ、いいなと思ってるから、これ好きな人がか出したらもうよだれなんじゃないですか。よだれ、よだれ、でーすよすぎる。普通涙とかなのに、なんでよだれ。よだとか、じゃあ涙です。涙です。ウィーンはすごく綺麗な街でしたね。綺麗です。あとご飯がマジでうまい。美味しかった。豪華で生活するっていうよりかは観光地ですね。そうですね、はい、皆さんウィーンおすすめです。我々は次の街に行きます。はい、次の街はスペインのマドリードに行きます。うん、この後夜の飛行機でマドリードに行って、はい、マドリードはですねちょっと多めに滞在しようと思ってます。週末まではね1週間近く滞在しようと思っているので、飛行機でマドリードの方へ向かっていきたいと思います。行きましょう。ちょうど今日から WPT マドリードが開催されてるんですよ。行くかーっつって来ました。こんなところにポーカールームあるの、すごいっすね。このポーカールームやばいです。どうだったんですか、横澤さんは。横澤はね、やばっ。